長崎県立豊玉高等学校は、長崎県対馬市豊玉町神井にある県立高等学校、対馬中部の高等学校である。略称は、豊高。現在の全校数は約60人と対馬にある他の2つの高校と比べても特に少ない。豊玉高校生としての誇りと自覚を持ち、規律と秩序を重んじ、誠実で品位のある生徒を育成する。学力の向上と進路指導の充実を図り、生徒一人、数との自己実現に努める。心の教育の推進と環境の美化に努めることにより、誰にでも優しくいたわることのできる、思いやりのある生徒を育成する。生徒の自主的、自発的な特別活動と部活動の活性化を図り、明るく元気な学校づくりを目指す。健康、体力の増進と安全行動についての意識を高め、事故の防止等に対応できる力を育成する。互いの人格を尊重し、人の痛みのわかる、人権、同和教育の推進に努める。国際社会の一員としての自覚と責任を身につけた心豊かな生徒を育成する。地域、家庭及び関係教育機関と連携し、教育効果を高めるとともに、地域の伝統文化に積極的に親しむことにより、心の触れ合いと地域連帯感を高める。3学期制。ありがとうございます。